宝石は一つのスイッチになります。意識がパタッと変わります。もし心が求めたら私の元にいらしてください。日本一の宝石の伝道師えちゃんです。先日ですね、何かを求めていらした方がいました。最初いらっしゃるまでにちょっとお時間があって、いつか行くねみたいな、そんなメールのやり取りもしてました。そして私ね、何かやりたいんだよ今の仕事以外に、でもそれが何だかわからない、えちゃんとこ行く、そう言って来てくださいました。実は私も最初は自分の仕事を全うできないのに、なんかふわっとしてたら、なんかやりたいだけだったらその年齢でダメじゃんって思ってました。そしてその方がいらして、いろいろお話をしてました。その中でじっとその方の目を見て、私特有のこの体の周りを見て、何かやりたいっていうのが漠然としているんだけれども漠然じゃない、光々と光が出てくる。きっとそれは何か役目があって、その方が必死で手繰り寄せようとしているんです。だから今もお仕事も家庭も一生懸命やってる。ただ一般的になんか今の生活に不満でじゃないんですね。まだ自分にできる可能性がいっぱいあって、もっともっといろんな人のために自分自身ができることってないんだろうか、それって あれじゃないこれじゃないって思いながらも、習うことだけ、例えばいろんな学校に行ったりいろんな資格を取ったり、それだけじゃなくて自分の心の中に入っていきながら、今までの人生でいろんなあらゆる人に伝えたい、それができるんです。あ、この人は選ばれた人だ、そう一瞬で思いました。そしていらっしゃる前にこのイメージかななんて思ってる宝石があったんですが、その方が本当に求めてるのはそれじゃない。思い切ってですね、お値段も結構したんですけど、その方にこれと手のひらの上に乗せてもらいました。なんかこの胸元から上がふわっとくる、そうなんです、その方の魂が喜んでる。ここからきっと点と点が結びついて、その方に一つの出会いとチャンスを与えてくれる、そんな確信めいた私がいました。その方もなんだかわからないけど、昨日までの自分だったら絶対決断しない金額だったけれど、行く、自分の可能性を信じてみよう、ここからの自分の生き方を信じてみよう、そう思ったそうです。嬉しかったです。なんかその点と点が結びつくような宝石だったので、その方がきっとここからの生き方目覚めてくると思います。不思議な一瞬ですけれど、必ず人は自分に希望や夢を描いています。それがこれもダメあれもダメなんかなっていうタイプと、今を一生懸命生きていてさらに次の自分を求めている、そういう方がいらっしゃいます。これ格段の差です。だから与えられた仕事や人間関係は大事にして、なおかつ自分が向上し、次は自分の周りの方、いろんな方に発信できるような自分自身の人間性を思いっきりぶつけられる、そんなあなたになっていただきたい。宝石はそんなあなたのための一つのスイッチになります。意識がパタッと変わります。もし心が求めたら私の元にいらしてください。必ず目が覚めるはずです。それはそう思った瞬間がもうすでにそういう時期に来ているからです。あなたの可能性、ぜひここから広がるんだと確信を持ってトライしてください。えっちゃんでした。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。
チャンネル登録、評価、LINE アットの登録もお願いします。これからバンバンいい情報を発信していきますので、ぜひぜひお楽しみに。